なるほど。世界的に有名。オバウォッチ？お、聞いたことある。ハースストーンといえば、ディアブロやオーバーウォッチを手掛けるブリザード社の代表作の一つ。同社のウォークラフトシリーズをベースにした対戦型カードゲームです。まあ全部やったことないんだけどね。2015年に日本語ローカライズされており、Windows、Mac、スマートフォンなど多くのプラットフォームでプレイができるようになっています。全世界5000万ユーザーがプレイしているとも言われる本作。なぜか VTuber を含めて検索しても、有名 VTuber はあの馬っぽい人しか出てきてないんですよね。しかも1年前。つまり、本作を取り扱う VTuber は希少でもあるということ。最近 Twitch で配信も見ているのもあって興味が出てきました。早速プレイしてみましょう。チュートリアルを終わらせてから真っ先にやるのは儀式。フリートゥープレイのゲームはウェルカムパックのような初回限定割引の効いた商品があるので、プレイ料金という意味合いも兼ねて購入させていただきます。カードパックが10セットに指定されたレジェンド級レアのカードがランダムで1枚付属して600円と、スターターパックとしてはかなりお得。いいじゃないですか。俺が最後にやったカードゲームは20年ぐらい前のポケモンカードだ。まあまだ序盤で基本カードしか揃っていない状況でもあるので、まずはクエストをこなしてカード資産を増やしていくのが目標でしょう。ってことで、とりあえずフィーリングで最初から使えるヒーロー、メイジを使って低ランク戦をプレイしてみましょう。いや、フィーリング、いや、フィーリングじゃまずいな。ちょっとウィキって言いますか。それでは早速ね、始めていきましょう。今回使うのはカスタムメイジなんですけども、トランプゼロコストメイジっていう、有名なプレイヤーの方が作ったベーシックカードだけで構成することができるデッキをちょっと使わせていただきます。これを使ってやってみましょう。てんてん。てててててて。お、おー。ジーナ VS ジーナ。おう、あなたが招いたの。それはこっちのセリフよ。それはこっちのセリフよ。いきなりハイコストのやつが来てもね、使い物にならないですからね。マジで。まあそうだよな。マジで言ってんの？どうしよっかな。いや、やるか。いきなり来ましたね。手が重い。マジか。いいや、コイン使うわ。ちょいっと。魔力の地で。何が来る？ひゃー！次のターンも何もできませんね。投げるか。4ターン目にようやくミニオンを出せるような感じですね。でーん。うん。あ、これで終わりか。
さてどうしようか。こいつにはまだ動物変身は使ってられませんね。そうなると投げるか。ウズが出せる。終わったよ。魔法は十分出せる。ただミニオンが出せない。オアシスオオアゴガメ。なんだこれ。ウォーターエレメンタル。このミニオンからダメージを受けたキャラクターを凍結させる。ウーズはそのままだとやられてしまうでしょ。だとしたらオアシスオオガゴカメはそのまま残しておいて顔面を殴るか。ヤバくなったら動物変身すりゃいい。タスティンゴイエー。ヒュー。続き準備をした。うん。この手、それともこの手。めんどくせえ。また出てきた。でもこっちにも正気はある。まだまだだな。6コストあるから。まだだ。もう一ターン持ってばいい。タスディンゴイ。また来たか。あ、動物変身来た。あ、そう。相手カード1枚か。まだ使わなくていいな、それなら。太陽の泉を浄化せねばならない。これで15点。終わったよ。7、8。羊をやるかどっちか、こいつをやるかどっちだろう。まずはそうする。何見てるんだ。羊を落とすか。よし、あと1枚はなんだ。お、やりました。では最後のフィニッシュブローを決めましょうか。オッケー、イエーイ、勝利だ。シーズンの終了後、宝箱を開けられる。ランクを高くできれば宝箱も豪華になるぞ。イエーイ。
い。ああ、勝った。勝ったね。イエーイ。イエーイ。いやー、楽しい。すげえ。いいね。いや、こういうカードゲームありだわ。楽しい。スマートフォンでもできますからね。